おはようございます。すすきの YouTuber たまさまとぶーちゃんです。はい、というわけで、今回はですね、はい、今までやったことない試みだと思います。はい、はい、あの何かとね、あの僕もこのお店を、まあ、今年13年目になるんですけど、はい、ね、なんかなんとかかんとか生きてこれましたけどもね。すすきのではすごい長い方ですからね。そうですね、あのそれはそれですごく嬉しくていいことなんですけど、うん、まあなんか日々飲んでるせいか、ね、うん、あのただバカなせいか、ね、物忘れが本当に激しいんですよね。まあ、ここ最近ね、ドリンク頼んでもあって言われてますよね。もうでも30後半ぐらいからもうね、やっぱりね、物忘れっていうのは激しくなってくるもので、うんうんうん、あってなんかオーダーとかもね、4ついっぺんに覚えたものがなんかだんだんこう怪しくなってくるどれでしたっけみたいな、そうね、なんかなってくるんでね、うん、でなんかちょっと心配なもので、うん、なんかもしね、あのそういうのがね、分かるのがあったらと思ってたんですけど、うん、なんとあのブーちゃんね、あの本職今介護じゃないですか。そうですね、はい、はい、でもしそういうなんかテストみたいなのができるものがあったらいいなと思ったんですけど、うんうん、はい、もしあったらそれをね、やってみようかなと。はい、はい、ということで、そういう企画があるという話がありましたんで、はい、私、調べてまいりました。お、まあ、2つあったんですけど、うん、1つすごく簡単なテストがあったので、うん、そちらの方を今日やろうかなと思っております。はい、こちら、でーでーん、見えるかな、海底長谷川式簡易、はい、知能評価スケール、こういう、はい、まあ、ちょっと堅苦しい、殿下なんで長谷川さんっていうのがあるとは思うんですけども、こちらですね、まあ、長谷川さんっていう方が、はい、まあ、あの考えたテストです、はい、でしかもちょっと昔と違って、まあ、もともと結構使われてはいたんですけども、はい、改訂版で1991年、はい、もう あれですね、僕が生まれた年ですね。そう、もともとですね、あの1974年から作成されているものなんですけども、はい、1991年に、はい、改訂して、74年の僕の生まれた年から改訂してブーちゃんの生まれた年までっていう、あ、そういう流れなんですね。ご縁を感じますね。そうですね。ということで、あの改訂版の長谷川式、スケールをやっていこうかなと思っております。あ、はい、まあ、うんと、これはですね、うん、基本的に、まあ、会員なんで、うん、あの おじいちゃんおばあちゃん、うん、老人系の方たちが受けるものではあるんですが、うん、あの本当に何か介護系のものを取ろうとすると、うんうん、これだけでは足りないので、はい、あれなんですけども、まあ、ちょっと大雑把にというか、まあ、そうですね、ざっくりね、これぐらいっていうのを測るためのものです、はい、なので今回9個、うん、9個、はい、長谷川式の簡易スケール自体が9個の質問でやっておりますので、はいはい、そちらの方を、物忘れの激しいタマ様にちょっとやっていこうかななんて、はい、ね、思っています。はい、はい、これでね、あの点数が取れれば全然いいんですけどもね、これね30点満点なんですよ。はい、そうですね。はい、で、あの何点何点って、多分下のリンクの方にですね、これのファイルを取れる、はい、URL を多分貼ってくれてると思うので、はい、そちらの方でやってみてもいいのかなと思います。はい、あのぜひ見てみてください。はい、正式にやりたい方はね、そちらのリンクから飛んで、そうですね、はい、やってみてください。まあ、あの、ね、はい、これは決してやる方もお医者さんではないので、はい、100% ではございません。はい、はい、100% はではないんですけども、はい、大体これぐらいっていうのを測るためのものなので、まあ、目安になる感じですね。そうですね、はい、はい、ぜひね、まあ、友達同士でもいいので、うん、やってみても面白いんじゃなかろうかと、うん、はい、こいつバカだなって思えるか思えないかはもともとのそのあれもあるまあそうですね、記憶力が本当に薄い人かもしれない。そう、あのただ単にこれ、あの本当に記憶力とかのテストなので、はいはい、あの今すごい安直なことを言いましたけども、はい、あくまで目安でございます。目安です、本当に目安です。はい、ぜひ、ね、はい、ぜひできればね、30点満点なので、はい、30点を取っていただきたい。はい、僕もね、自信ないですけど頑張ります。ちょっと気合い入れるのにね、準備してきますんで、はい、少々それでは、いってらっしゃい、はい、はい、準備できました？いいかな、いいですか、はい、では呼んでいきましょうかね。はい、たまじいちゃん、来て、たまじいちゃん、はい、はい、はい、どうも。あーどうも、あーどうも、玉木智和、95歳でございます。はい、どうもね、今日はちょっとテストするということでね、はい、やっていきたいと思いますね。はい、ということで切っていくぞ、はい、この玉じいちゃんに、はい、じゃあテストをやっていこうかなと思いますので、はい、ぜひこれを参考にやっていただければいいなと思っております。はい、ということでやっていきましょう。はい、レッツゴー、レッツゴー。
ではではでは、やっていこうかなと思っております。はい、これね、あの やり方なんですけど、はい、テーブルに僕今こうやって置いてますけども、はい、基本的には見せないようにしてください、はい、相手に。それに答えが書いてあったりもするので、僕、はい、見てませんから全く、はい、ここね、はい、これ見られるとあの全く意味のなくなるものになりますんで、はい、はい、やっていきましょう。見えないようにね。そうですね、なんかファイルとかで隠してもいいのかなと思っております。はい、はい、ではでは1問目、うん、お年は何歳ですか？御年95歳ですけれども、今ね44で今年45歳になりますね。はい、はい、2問目、はい、今日は、はい、何年の何月、はい、何日ですか？はい、2019年の、はい、6月13日、はい、何曜日ですかね？今日は木曜日ですね。はい、木曜日ですね。ヤングジャンプの発売日です、ね、もうそれで覚えちゃってる、ね、中1大好きなんで、ね、これボケ防止ですね。はい、それでは3つ目、私たちが今いるところはどこですか？はい、ここはどこですか？私は誰？ここは、ね、大松ビル3階のドルフィンドルフィンですね。はい、これピー入りますからピーピーって入りますからね、うん、まあ、あのこの答えに関しては、うん、まあ、やってくるあのたちにちょっと説明しますけども、うん、家だとか、うん、病院だとかっていう答えでも正解です。ああ、そうなんだ、ね、はい、はい、なので、やってく時には、まあ、ここあの、友達の家とか自分の家とかでやってる時には、まあ、家だよって言ってくれ、言ってくれる答えで正解です。わしは引っ越さんぞ、うん、あなたここから引っ越したら大変なことになりますからね。はい、ということで、4つ目いきます。はい、これから言う3つの言葉を言ってください。はい、で、後でまた聞きますので、はいはい、よく覚えておいてください。はい、1つ目、はい、梅。梅。2つ目、犬。犬。3つ目、自転車。自転車。はい、はい、言えてますんで、はい、これ覚えておいてください。後から聞きますんで、よろしくお願いします。これ梅子さんとはだいぶ激しく愛し合った何年前の話ですかね。ね、さあ、では、あの、いきますよ。5つ目、はいはい、100から7を引いてください。100から7を引いたら、御年93歳でございますね。はい、はい、さあ、そっから、はい、では、7をもう1回引いてください。93から7を引いて、あと、ハローアゲインですね86でね、はい、はい、これがですね、スムーズにできる人とできない人は、ちょっと数字が苦手っていう人たちもいますんで、基本苦手ですけどね、ボケを考える時間もあるぐらいの引き算ね。そうですね、まあ、トータル10秒ぐらいで、はい、答えてもらえればいいのかなと思いますんで。お金の暗算も早いもんね。そうですね、常にお金をちょっとそうですね、はい、では6つ目、はい、私がこれから言う数字を逆から言ってください。はい、6、8、2、どうぞ。2、8、6、はい、はい、正解です。はい、それでは、はい、もう一桁増やせて、はい、増やせてやって、増やしていきます。はい、3、5、2、9、はい、9、2、5、3、正解でございます。ちょっとヒヤッとしたな今余計なこと考えたら今飛びそうだった今危ない危ない。いや、飛ぶかなと思ったんですけどね。なんかこう語呂のいいね数字を思っちゃうの。次1かなと思って1、9って、あ、もうドゥンって危なかった今さあ、では次行きましょう、うん、はい、7問目でございます。はい、7問目。ところで、はい、先ほど覚えていただいた言葉、覚えているでしょうか。ではここで覚えているものを言ってください。はい、3つですね。3つですよね。はい、まあ、梅子ワンワンチャリンチャリンって覚えてるんであの梅、はい、犬、はい、自転
シャーで。はい、正解でございます。いやよかった。なんか全然変な頃で覚えてますけどね。びっくりしますけどね。はい、ということでですね、はい、正解でございます。はい、では、8。はい。8問目でございます。8問目。はい、ラスト2問。これから、5つの品物を見せます。はい。それを隠しますので、はい、何があったか、はい、お答えください。これ一番危ないと思うんだな。そうですね、まあちょっとですね、今ですね持ってきておりますんで、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、はい。それでは、1つ目、はい、携帯。僕、これを後ろに玉じいちゃんに見えないように見えないです、はい、今見えない、うん、チョコね、ピック。はい。ピザピックね。タバコ。コースター。はい。全く関係性のない3つ、はい、あ、じゃあ5つ、はい。はい。僕が大丈夫かなって今思いました。5つ、はい、準備しましたので、はい、今、見せたもの、5つ、お答えください。携帯。はい、携帯、はい、正解です。コースター。はい、コースターですね。はい、はい、チョコ、はい、はい、チョコレートでございます。チョコレートでございますね。この辺から怪しくなってくるぞ。ピック、はい、はい、いいですね。4つ正解ですよ。あともう1つですよ。もう1個がね。意外と5つってなると危ないんだよな、これ俺な。5つ目なんだっけな。さあ、頑張って答えてみてください。時間制限ありますよね。そうですね、できればあの10秒以内に答えていただければ嬉しいなと思いますんで。なんだっけ、うん、ちょっと測ってなかったんで、今、はい、あと5秒で答えてもらって。はい、じゃあ、数えてください。5、4、3、2、1、出てこない。はい、あの、奥様お絵かきですよだと完全にアウトですね。アウトですね、はい。やっちゃったな。さあ、ということで4つ、はい、確かに正解でございました。もう一つ、まあ、吸わないですからね、タバコでした。一生涯吸わなかったんですよ。はい、不動じゃなかったんでね。ということで、はい、タバコね、一つちょっと不正解で言うのはあったんですけど、4つ正解ということで、はい、ラスト、はい、9問目でございます。これはやる前から、皆さんにお知らせしておきます。ここにタイマーがありますので10秒です。はい、ちょっと光っちゃって見えないんですね。はい、はい、10秒、はい、あるので、1つの質問に対し、1つの言葉に対してまた10秒と置いていく感じで、はい、何をするかというと、これから知ってる野菜の名前をできるだけ多く答えていただこうかと思っております。はい、はい、一つ答えたらまた10秒間空けても大丈夫っていう風な感じでやっていきたいと思いますので、はい、はい、では、いきますよ。野菜の名前、知ってる野菜の名前でございます。あ、それと、ポロッとね、答えていくわけですね。ポロポロッと何個でもいいんで、ポロッとね、はい、できるだけ多くです。多くですね、できるだけ多くです。はい、では答えていきましょう。はい、よーい、スタート。キャベツ、はい、キュウリ、はい、ナス、はい、白菜、はい、トマト、はい、今何個答えました？ネギ、あ、4個、はい、ネギ、今のあれかな、もやし、はい、なんだろう、小松菜、はい、ほうれん草、はい、あれいたしな、山芋、はい、玉ねぎ、はい、じゃがいも、はい、人参、はい、なんだろうな、あとな、ごぼう、はい、あ、まだ大丈夫、なんだろうな。はい、OK でございます。あ、だから、はい、まあ、はい、前にも早く言ったんで、僕数数えてませんでした。あ、なるほど。はい、ただこれはやるときに答えた人は何個か数えなくていいです。はい、言ってくれたテストをしてる本人が、はい、あの、
書く欄がありますので、はい、書いててください。僕ちょっと今こっちストップウォッチを持ってたから書けなくてなんですけど、ね、ただまあ少なからず10個は答えていましたんで、うん、はい、これですね、できるだけ多く答えてくださいっていう、ところでですね、10個枠がありますので10個答えてくれれば、あ、最高得点ですか。はい、最高得点になりますので、はい、あの10個答えてると思いますんで、はい、大丈夫ですね。ではでは、はい、こちらで、はい、テストは終了となります。終了。はい、マッキーちゃんよく答えてくれました。頑張った。満点じゃないけどもう満点じゃないこと分かっちゃったからね。もうこれ本当はあの途中で正解だとか言わない方がいいです。ああね、はい、うん、4つ答えれたねとか言わなくていいです、うんうん、最後の最後に採点した時に、うん、あの見てププってちょっと笑ってあげてください。まあ、ね、はい、さて何点取れたかな私はね。ということで、採点したいと思います。はい、ということで、はい、はい、お待たせしました。まあ、あの最初から言っときますと、はい、今回、はい、玉じいちゃん、はい、ちゃんと答えてくれましたんで、あの減点法の方が早かったですけどね、はい、はい、まあでも一つ一つちょっと一 応、はい、一応チェックをしてて、はい、あの点数を見ました。うん、名前間違ってたら大丈夫です。大丈夫です、はい、たまじいちゃんっていう名前ではないですから大丈夫です、はい、ということでですね、この長谷川式簡易スケール、うん、30点満点でございます、うん、まあ、配点に関しては紙に書いてありますので、うん、そちらの方を見ていただければ嬉しいなと思いますが、うん、結果発表していきます、はい、ではたまじいちゃん、はい、30点満点中、はい、29点、イエーイ、おめでとうございます。まあもうね、孫にも自慢できますね。よかったです、うん、あのね、8問目ですね、8問目の5個のものを覚えるのに対して、うん、最後のタバコだけ、これさえ正解してれば満点でした。まあまあまあ、でもまあね、これに関してはですね、まあ、まあ下に、このスケールの下の方に書いてあるんですけども、24点からまあプラマイ4、まあ、マイナス4点ぐらいの範囲は要するに20点ですね。20点を上回っていれば非認知症として判断しても大丈夫です。ということで、よかったです。29点、これでめでたく認知症ではないという。まだボケてはないぞ。よし、まだボケてない。よかった。ということでですね、長谷川式簡易スケール、まあ、こういう風に遊んでみてもいいんじゃないかなと思いますので、うん、はい、はい、なんかちょっとうちのじいちゃんばあちゃん危ないよっていう方がいらっしゃいましたら、うん、家族で背負わずというね、うん、はい、まあ、これブーちゃんが言ってましたけど、家族だけで背負わずね、プロの人にちょっとね、そうですね、まあ、近くにいなくてもですね、病院では今物忘れ外来だとか、うん、そういうところもありますので、うん、あのよく精神科、うん、あまりね、いいイメージないかもしれないですけども、うん、精神科でもそういうところもありますので、うん、ぜひちょっと行って、ね、はい、やってみてもいいんじゃないかなと思いますので、うん、もしよければ、まあ、うん、それの入り口としてやってみてもいいんじゃなかろうかと思います、うんうん、まあ、まあ、やっぱりご老人からするとね、怖かったりとか、なんかそんなになってないよとかプライドもあるし、うん、あと家族からするとこう、ね、結構お金かかるんじゃないっていう、うん、ね、思う方もいらっしゃいますけど、いろんな制度があったりとか、はい、調べたらそういうのでも助かると思うし、うん、やっぱりね、あのご家族が付きっきりになるとやっぱ大変だと思う、うん、はい、やっぱそういうケアしてもらえる方がいて、なんか物事スムーズにいった方が精神的負担もね、うん、そうですね、ね、あのなんか少ないと思うんで、まあ、抱え込まず、うん、はい、手に抱え込まずにそういう人たちに相談してみて一回ね、うん、っていうのもいいと思います、はい、これを機に、ぜひ皆様ね、お試しください、はい、なんか皆様いつかは来ることなのでね。そうですね、うん、まあ、まあ、ボケる前になんちゃらだとかってよく言う人もいますけども、うん、はい、あのできるだけ長生きはしたいですね、うん、健康に長生きするためにもね。そうですね、なんかやっぱりお年寄りはこう買い出しとかね、そういう料理をしたりとか、うん、なんか家のことを掃除したりとかするのもなんかやっぱり億劫というか大変だと思うんで、まあ何かしらしてた方がね、
いいっていう人もいますけども、はい、なんかこうやっぱりなんか最近辛いなって方もねいらっしゃったら なるべく楽をしていただいてね、うん、自分のできる範囲での運動とか、まあ、そうですね、うんうん、運動もそうですし、まあ、算数のドリルとか、うんうん、あの小学校1年生2年生ぐらいのレベルでもいいので毎日やっとくと頭の回転、ね、落ちることはないと思うので、うん、こちらの方も試していただいてね。そうですね、はい、まあ、お食事とかもやっぱり人が作ってもらって栄養を考えてもらった方がやっぱりなんかこう手間でね、あまり、うん、そんなすごい手残った料理作らなくなったりとかね、うん、偏っちゃったりして、うん、よくないだと思うんです。そうですね、はい、なんかそういう、まあ、ケアの方にこうバランスを考えた料理をちょっと作っていただいて。そうですね、うん、はい、あの、まあ、僕らプロがいますので、うん、まあ、そこら辺も任せていただいて。そうですね、はい、うん、まあ、何かしらがあったらまた今度ねこういうのがありましたらまたブーちゃんのねこの介護知識で今日はやりましたけども、はい、はい、何かお役に立てればということでやりました。はい、はい、ではまた機会がありましたらよろしくお願いします。お願いします、はい、それでは本日もドルドル TV タマ様とブーちゃんでした。したけんわしゃいけるぞ。タマじいちゃん前髪短い。